私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県をいっぱい見つけるプリン。知ったかぶり、かいつぶり顔になって。僕らが取材に行くよ。それが知ったかぶり、かいつぶりニュース。この番組は個別指導学院フリーステップ改正教育セミナーディアライフの提供でお送りします。みんなで滋賀の面白いニュースを作る番組やで。今日は守山市の中山道を歩いています。静かな街中は散歩するのにぴったりでございますな。まずはこちらのレポートから。映画笑ってバッカーズ福井県上映レポート。京都に続き福井での上映が決まった映画笑ってバッカーズ、PR のためなんと福井放送さんに出演させていただけることになりました。入念に打ち合わせする藤井組長と竹内部長。さあいよいよ本番。我らが安藤さんも準備万端。滋賀のキャラたちが大活躍する映画笑ってバッカーズ。福井での上映の様子はまた後日お知らせいたします。さて木曜日の今日は今週みんなで作ったニュースの中からピックアップして放送するよ。今週もいろんなところへ参りましたな。お餅の神様。お餅の神様に会いにヤッシーへ行きました。もう超えた。セクラベ地蔵さん。ヤス氏にみんなの成長を祈ってるお地蔵さんがいたね。応援したいチアバール夢組。竜王町のチアダンスチームの皆さんから元気をいただきました。牛若丸が大人になった場所。僕も竜王町で大人になれるかな。富士見の富士。草津市の富士の美しさには秘密がございました。ほんならこの日本で行ってみよう。ここは安市の大笹原神社でございますな。どーん。ここにお餅の神様のお宮があるらしいのプリン。お餅の神様？なんや、おいしそうな神様やな。おいしそう？なんやお餅なんて、お餅なんて、僕より白くてよく伸びて、お正月にはみかんなんか乗せちゃって。プリン、どうしたの？雪プリンになってきた。お餅の神様に会って一言聞いて。プリン。見つけたプリン。ブリュレ。プリン、ちょっと落ち着いて。お餅の神様、どうか僕ももちもちのプリプリなプリンにしてください。プリン。なんやそれ。大笹原神社の境内にあります篠原神社は、通称餅の宮と呼ばれております。ここ篠原地域は昔から良質なもち米の産地で、鏡餅発祥の地とも言われておるのでございますよ。そうなんや。昔からの名物篠原餅は、安関前にございますお店梅本老舗さんで現在も販売しておられます。こちらが篠原餅です。おいしそう。なんだかプーっとしてきたプリン。知ったかぶりニュースファイルナンバー38、お餅の神様。知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。Yeah.
ここは安市の雪旗でございますな。フラッとします。カルシウム不足のロボです。この辺りに昔から成長を祈るセクラベ地蔵というお地蔵さんがいるそうです。セクラベ地蔵？巨大ロボになりたいのでセクラベ地蔵さんに会いに行きます。巨大ロボになるぞ。でっかいロボになります。僕大きいですか？上から目線ですみません。こちらがセクラベ地蔵さんです。こちらがセクラベ地蔵、こちらが阿弥陀如来で、いずれも鎌倉時代に作られたものでございます。早速セクラベ。小さなお地蔵さんだね。現代であれば治る病気も、昔は乳幼児のうちに死に至ることがございました。そこで昔のお父さんお母さんは、我が子も早くこのお地蔵さんくらいに育ちますようにと、背比べをさせて子供の成長を祈ったのでございます。へえ。昔も今も子供を思う親の気持ちは同じやな。みんなが元気に大きくなれますように。いつか巨大ロボになるぞ。知ったかぶりニュースパイナンバー39。もう超えた？セクラベ地蔵さん、知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。 CM コーナーだもん。あ、さっき遊んでくれへん思ったらプリン塾行ってたんや。そう、個別指導のフリーステップよ。フリーステップは講師1人が生徒2人を指導するんよ。塾と家庭教師のええとこ取りなんよ。ほら見て、授業の終わりにはテストして結果に応じた宿題が出るんよ。やったー、すごいなあ。プリンやっと出てきた。遊ぼう。遊ぶのは宿題が終わってからさ。じゃあら、わしもフリーステップ行く。お電話はフリーダイヤル 0120-59-1060。 まずは資料請求を。幼い日の道はいつも。この番組は個別指導学院フリーステップ、改正教育セミナー、ピアライフの提供でお送りしました。